とよ。真剣にやれ、デッドバイオ。5分間チェイスとか、そんなのばっかりなんだろ、自分たちが見てる動画で。チェイスなんて、長い時間かけなくていい。どこでやられるかの方がむしろ大事だから。チェイスってな、どこでやられるかがむしろ大事だから。俺の動きが正しいだろう。発電機は、ま、固まってるだろう、多分。吊るされてるエリア側に。だから自分が発電機を回してた側に行ったじゃん。どう考えてもそういう基本の動きは味方がしてくれねえ。勝負どころで発電機を、から手を離す。キャンパーがいました。クイズ問題だろ？デッドバイ大学入試問題。キャンパーいました。残り発電機1台。2人で6割回してます。どうするみんな。見捨てて5、あの発電機回しだよね。人を見捨てて発電機回し。理由？チャンスって何度もないんだよ。チャンスって何度もないんだよ。声聞こえてくるんだけど。あいつはなめっぷなやつらとサバイバー組むとダメ。あ、メッキの赤石が一番ダメ。キラーを全逃げさせるとか。俺みたいにちゃんとキラーのためにも、チームのためにも底抜けしてるやつが俺は優れてると思ってる。そういう配信者いたら俺は評価する。全逃げするとか。で、チームプレイで全逃げするのはかっこいい。キラーやったことあんだろ。慣れてねえキラーの気持ち考えられるやつが上手いだろ。かわいそうだろ。一言で言うと。このゲーム。時間が無駄だと思う。やるやらないはもう時間が無駄だからもう判断して早めに終わらせた方がいい。一応勝つためにやってんだからさ、頑張って、一台も回せませんでしたとか、さっきみたいなお笑いパーティーならもう無理だから。普通に勝ったゲームだよ、優秀な人がいたら。俺と一緒に発電機回すやつがマジで優秀だったら絶対無視だから、ガン無視。一人切り捨てれば勝ちっつうゲームで。キャンパーなのに、わざわざ助けに行って、俺が回してる発電機に来るっていう。一人は。で、回してるやつはロッカーで捕まるっていう。俺が回してる発電機の近くで、回んなくなって終わるっていう。俺もうマジで驚いたもん。こんなお笑いパーティーならもう勝てないから無理よ。まあ次のゲーム行きます。時間はもったいないんで。ん？あ、終わんねえかな。なんで。次のゲーム行こう。時間がもったいない。次のゲーム行く。本当にあの試合勝ったのにな、もう。あの試合余裕だったのによ、もう。余裕で勝ったゲームを落とすんだぞ。本当によ。発電機残り1台で2人いて、6割の状態で2人いるんだろ、俺ともう1人。
キャンプなのぞ、相手。みんなどうする ?100 回すよね。まともなやつ100回すよね。そいつ手を離してんだぜ。驚くぜ。で、もう一人の、二人のうち一人はなんか変な切断みたいなのが起こってるし。で、一人はあれだし。勝てないでしょ、もう。だから見捨てた。もう早い終わらせる。ハッチ狙い、もう以上、終わり。どっちか、メグか俺、ハッチ狙い。どうせこのメグは何もしないから、もう助けも来ない、行かないし。俺は見捨てる。ダメなやつ、これ助けに入る。もう嵐だと思ってる。このゲーム展開勝てないでしょ。じゃあ、レオンの人の気持ち何？何求めてんの？ほら、ダメなやつは助けるよな、もう。三人盤面で五人しかいない状態でどうやってやればいいのか教えておくれ。そこまでしてブラッドポイントこじきやんの。あ、ブラッドポイントはなんだっけ、ポイントこじき。ポイントこじきやる意味ねえだろ。どうせプラマイナゼロかマイナスだろ。ポイントこじきしたかったらやればいいけど、俺は別にもうこういう試合は早く終わるっていう。もう八狙いもう切り替え。どっちかがやればいいだけ。ダメだなぁ、ダメだなぁ、この、いやぁ、もんで発電機回してるでしょ、もんで救助入ってるでしょ、こういうぶっ壊れゲームをまで勝とうとしてるっていう。こういう奴がいればもうダメだもんなぁ、もう。壊れたゲームなんか真面目にやんなくていいだろ、むしろ。壊れたゲームって真面目にやる必要ある？もうどっちか生き残ったのがハッチやればいいだけなんだよ、もう。もうゲーム的には壊れてんだよ、もう。終わったゲームまでなんかいたずらにやる必要ない。勝てるゲームで一人切断は起こるわ。チェイズ。あのさ、もうチェイズすればいいっていうディフェンダーの頭の中の思考回路が、モブキャラの思考回路がもう驚くもん、ノラモブは。チェイスなんて、いらないんだって。長い時間はいらなくて、倒れる場所の方がむしろ大事だ。こいつは人を助ける。試合展開も見れない能力。試合の展開を見れない能力。まあ、捕まるだろうな。もう、もがいてくんねえから。もう、こういうやつがいるともう絶望だよね。この展開でもがかねえやついいんだから。200% もがく。200% もがいてくんないと無理。救助に入る。試合がぶっ壊れてるのに救助に入るやつはもう俺もうダメだと思うから。もうデッドアイプレイヤーのもう悪い癖。それで自分が赤い1ランク。は？上手いやつってもう8狙いしかないって100わかるよね。5台でどうやって3人で回すの？
もうダメだろうな。いらないルイちゃんもう無理よ。いらないルイ人走っても無理。丘の上にもない。終わった。これがヒロちゃん、しゃー、勝負強さ。さっきの試合も普通のパーティーなら勝ってるから、俺は。勝負強い。どんなに野良が、ダメでも、レッドバインのエースは、どうしようもない野良に、熱い、ね、説教を送り続ける。うん。うん。レッドバインのエース。このランクなんかヒロちゃんは何にも考えてない。赤1なんか目指してない。目指してるのは勝利。フェアプレイでの勝利。うん。この盤面で、この作戦を取ったことの方が、ね、正しい。誰がどう見ても。これがヒロちゃん。勝ったのは俺。誰が何と言おうとも。うん。ハッチで生きるな。え？じゃあ教えてください。ハッチで負けて、赤一の凄腕キラーがハッチで抜けられて、例えばね、それをね、勝ったってやついるわけねえだろ。凄腕ほど言わねえだろ、むしろ。だからもしかして配信しててリスナーさんはフォローしてさ、ハッチガチはキラーの勝ちですってフォローしたとしても、やってるプレイヤーが誇りがあったら、うん。いや、それはね、私の中ではこれは勝ちは認められませんよっていう、やっぱりキラー負けましたねって言うと思うよ。そうだよ。凄腕赤石キラーの基準で俺は話してるから。俺の基準じゃねえからね。うん。俺の基準だったらもう、もうハッチなんては勝ちですよ。私のキラーの勝ちですって言っちゃうけど弱いからね。凄腕の赤石のキラーが言うわけねえだろ、まず。そんな恥ずかしいコメントを。つまり何を意味するか。ハッチでは勝ちなんです。ね。キラーで負け惜しみで、ハッチ勝ちで言い切ってんじゃないっていう奴がやからがいるみ